水泳、自転車、マラソンを連続して行う過酷な耐久レース、トライアスロン。ここフロリダで行われた大会に何やらおかしな男がいた。なんとこの男、ジャグリングをしながらトライアスロンに挑戦。ジャグリングをしながらのトライアスロンは世界でもただ一人。しんどい、きついな。ちょっと男前だな。この大会は水泳が 400m、 その後に自転車 26km。 すごいな。すげー。もちろん全てジャグリングをしながらクリアしていく、そして最後はマラソン 6.4km に挑む。結果1時間57分で見事完走。246人中147位という意外な好成績を収めた。